はい、速化塾の久保です、えー、1億円を稼ぐためにどうしても身につけていただきたいのが今回お話しする自己これ即果塾のですねもう中央を貫くぐらい重要な概念であって多分多くの方はですねこれを誤解して使っているんでうまくいかないんではないかなと思いますよ、えー、まずね自己否定論っていうのはこれ人格否定ではないってことなんですよね えー、よく言われることに自己否定を繰り返してると自分がダメな人間に思えてもうね鬱になってしまったりとか自信がなくなってしまうってことがありますけどもこれは間違った考え方人格否定なんですよ自己人格否定とでも言いますかねその人格否定をしろってことではないんですよ自分はダメな人間だと思えっていうことではなくてですね えー、もっと言ったらですねもう極端に言ったらうん才能が全くなくても無価値っていうのとは全く違うんだってこともやっぱり片っぽでは捉えていかないといけないと思うんですよ。最近では令和新選組のね山本太郎さんとかが「人間って生産性で語られてませんか?」っていうことをね問いかけてくださいますけどもあれがね本当にねその通りなんですよあの。自分って無能でも生きてていいんですよ。 生きてるだけで素晴らしいんですよ。本当存在だけで素晴らしいんですよ。そこは変わりません。そこを否定しろってことじゃないんですよ。では、どういうことを言ってるのかと言いますと、あの目標をね、達成できないこともあるさと。人間だからではないですけどもね。で、目標とか夢がなくったっていいんだってことなんですよ。別にね、ふらーっと生きてたらいいんですよ。引きこもったっていいんですよ。全然構わないんですよ。ニートでもフリーターでも全然構わないんですよ。 仕事をしたいぞって人が仕事ができて仕事はしたくないぞって人がしたく,あのしたくないままにしなくてってことこれでいいわけなんですよねじゃあどこに自己否定っていうものが入ってくるかと言いますとトラブルが起きた時です何かトラブルが起きた時に自己否定をどのように使っていくかってことです大抵の方は自分は間違っていないと自分は正しいはずだ自分はこんなトラブルに巻き込まれてもしょうがなかったんだ誰が悪いのかなっていうふうになっちゃって自己肯定するんですよ で、これだとね、トラブルがまたさらに悪化するんですよね。じゃあ、どうするかというと、あいつが悪いとかね。 自分は間違ってないとかっていうので口論を始めてしまうんではなくてそうではなくてですねいやなんか今回トラブル起きたけど自分に何か工夫ができなかったかなともう一歩考えることはできたんじゃないかな次につなげていこうかなっていうふうに思うことなんですよこれが自己否定論です自分に何かあ足りないところがあったんではないかなっていうふうな思い出ですねもうちょっと何かできたからなもうちょっと工夫ができたんじゃないだろうかもうちょっと工夫努力ができたんじゃないだろうかっていうふうに考えていくことによって自分をちょっと掘り下げてみることなんですよここのの繰り返しの作業こそが自己否定論 なんですよね、でそうするとですねいろんなことに気づくんですよ自己肯定して自分は間違えてないと自己肯定感を高めて自分以外の誰かが違うんだって思うとこれは進歩しないんですよねだからこういうふうに考えてみてほしいんですよ例えば待ち合わせをしますよね15時に待ち合わせをして15時に行きましたそうするとね待ち合わせをした相手が来ないんですよ15時半ぐらいに「ごめん遅れて」って来るわけですよねそうなった時にどうするかなんですよ自己,否定自己否定論の場合こうします 30分遅れた相手の人に対して、いや、ごめんねって、初めからこっちから謝るんですよ。ごめんねって、最初からね、15時か16時ぐらいに待ち合わせすればよかったねって、もうごめんね、変な時間に待ち合わせしちゃってって感じで、悪いのは明らかに相手の遅れた方なのに、自分の時間設定が悪かったねって言い方をするんですよ。そうすると相手の方がどのぐらいね、ほっとして、自分に対して、えー、シンパシーを感じてくれるかってことなんですよ。 な遅れて何やってんだよっていうのはもう論外ですけども、いや、大丈夫だよ、ちょっと遅れるぐらいっていう風にして、遅れたことをこっちが認めちゃダメなんですよ。違うんですよ。あの、15時に待ち合わせして15時半に来た遅れた30分に対して、自分の時間設定が悪かったよねって表現することが自己否定論なんですよ。こういう風うな考え方ってお持ちですかね。こういう風うな考え方を持った方がいいんですよ。私は常にこうなんですよ。で、何かね、約束事が雨が降って中止になったとしますよね。そうすると、いや、雨が降ってダメだねっていうんではな、くて。 こんな日にもう待ち合わせ設定しちゃってごめんねと。とうん、雨とかね。気づかなくてごめんねと。ともうちょっと天気に。 あの神経質になってきてよかったかなっっってかかた感じで、まあ、特にね自分に落ち度がない時であればあるほど自分がが悪かったったて表現すすることが自己なんですよそうすると、まあ、心の中で自分が悪いと思ってるわけではないですからその場を和ませるためにね自分が罪を優先してかぶってあげますよってことが誰からも客観的に明らかなんですよ。だって相手の方から見ても「いや雨が降ったんだからしょうがないよ」って思ってるところに「いや雨が降ったのは自分のせいです」って言うわけですから「いやいやそんなあなたのせいではないですよ」っていうか分かりながらもその場って っていうのがね収ままっってていくってことなんですよ、ま、だ他にもありますよ待ち合わせに向かう時に渋滞にかかってしまいましたと渋滞にかかった時におい道が混んでて勘弁しろよっていう風な考え方がこれが自己肯定論ですそうではないですよ渋滞に引っかかって待ち合わせに遅れそうとか予定が遅れそうだったらいや自分のルート選定が間違っていたなとか何で昨日のうちに あのこの渋滞を避けてね、えー、行く方法を思いつかなかったのかなっていうふうに考えていくことそうなんかできることがあったんじゃないかなとこの渋滞というトラブルに巻き込まれる前にこのトラブルを避ける方法があったんじゃなかろうかっていうふうに考え続けることが1億円の道の自己否定論なんですねだから人格否定とごっちゃごっちゃにしちゃダメなんですよそういうふうな教え方をしてる人もいるのかもしれませんけども人格はもう保護しつつね人格はもう,もう全然素晴らしいんですよ。 人格を否定しろってことはないんですよ。その自己否定論ってのは何かもうちょっと工夫ができたんじゃないかなっていうふうに考え続けることなんですよね。で、もうデートをしてね、映画がつまんなかった時もそうですよ。映画がつまんなくって一緒にね、この映画の監督誰だよって責めて雰囲気悪くするんじゃなくて、いやーなんか、あの、もっと別の映画選んどけばよかったね、ごめんねって感じでいくんですよ。そうするとね、全部がうまくまとまるんですよね。この映画を作った方でも、こういう映画でもファンの方いるんだよねーって。 こういう映画でも一生懸命作った方がいるんだよねっていうふうに誰も責めないんですよ。誰も責めないと。でよくねアニメが実写化されるとなんか叩く人がいるんですよ。でそれもね仕方がない風潮になってるんですけどもいやでも待てよとこう考えるんですよね。あのアニメがあ実写化されるってことはそのアニメのね原作者が認めたからそうなってるんだよってこと原作者はすごく喜んでそうしてくださいってことになってるんだよってことなんですよ。でということは誰一人責める要素っていうのは本当はないんですよね。 でそれをですねねやっっぱりアニメが映画になったらダメだよねって誰だよこの特撮の監督みたいになるんですよ実写の監督誰だよみたいになるんですけどもその役者が悪いとかなんかそういう話になるんですけどそうじゃないんですよ。やっぱねあの、まあ、こんな、ね、アニメが実写になっちゃってつまんないってことを予測できるんだったら見に来なければよかったのに見に行ってつまんない気持ちになっちゃうみたいなね。 そういった自分の選択のセンスの悪さをあーなんとかならないかなもう一歩自分の選択のセンスが上がらないかなというふうに考えていくことが自己否定論なんですよね人格否定では全くありませんからそこはね一緒にせないしないようにしていただきたいのと自己否定を繰り返して人格否定になっちゃったあのなうつ病になっちゃったっていうのはそれは自己否定をしてないんですよ全く自己肯定なんですよむしろ自己肯定をして人格の方をどん,どん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 壊してしまってるんですよね うん、だからね自己肯定していいことは全くないんでい,いつもね自己否定をしていただきたいかなと思うんですよもうなくり繰り返しますけども自己否定っていうのは自分の存在がダメだって考えることではないですからねそれをやっちゃうとうつになるんですよもう精神もう病んじゃいますからね自分の存在は堂々といていいんだって感じでももうちょっと工夫ができるまたさらに明日はもう一歩進化できる自分になるんじゃないかなっていうふうに自己否定論っていうのはイコール自分への期待なんですよね 自分ははもっっと前に進めるはずだっていう期待なんですよむしろワクワクすることなんですよ。自己否定論っていうのはワクワクする自分。まだね、もっともっと進化してる自分に出会えるっていうな、こういう風なね、もうドキドキワクワクなんですよ。まあ、そういう感情がなかったら、これ自己否定論っていうのはすごくつまんなくて、シュンとなっちゃいます。それは自己否定じゃなくて人格否定だからですよね。ということで、今回は1億円稼ぐための。 えー、自己否定論をお送りしました。まあ、このテーマはね、結構あの、私の動画の中には出てきますんで、また別の角度からお話ししていこうかと思います。よろしくお願いします。